皆さんこんにちは。こんにちは。あやです。ゆかです。あやゆかです。今日はですね、何やらいつもと様子が違うかなって思うんですけれども、海ある海。そうです。いつものキッチンスタジオを飛び出して茨城県にあるひたちなか市にやってきました。イエーイ。今回はですね、そしてこちらに遊びに行っちゃいます。那珂湊漁港の前にある市場に行っちゃいますよ。ゆかちゃん、やった市場。そう、魚食べる。見に行こう、うん、ということで行ってきます。行ってきます。お魚がすごいよ。今日はですね、うん、じゃーん、ここの森田水産さんでたくさんお魚を探したりしましょう。これはすごいねえ、生魚すごい。天然ブリ。ブリだ。うわー、なんか生きてるみたい。カニ。やりいいか、やり、イカイカ。あ、イカもいい。イカいいね。うわー、食べたいなこれは。美味しそう。なんか2階にレストランがあるんだって、うん、今日はちょっとさ、作ってもらったものを食べようよ。ダメです。なんだこれ。え、アジの三枚おろし。に挑戦してもらいます。え、ちょっと待ってください。成功しないと食べられません。アジ探しましょう。え、早い早い、展開が早い、展開が。じゃあ行こうか。え、アジわかる。おお、危ない。テンパっちゃったよ。ちょっと人に聞いちゃおうか。すみません。はい、私たちアジの三枚おろしをしなくちゃいけなくなったんですけど、うん、まずアジがどこにあるか分かんなくて。アジ、じゃあね、もうこうかな。あ、これアジ。あ、ちっちゃかと思ってたより。こんな感じなんだ。かわいいね、ボリューム。あ、おお、すごい、すごい。私たちの師匠になってくれませんか。あ、いいよ。はい、早速私たちに三枚おろし見せてもらってもいいですか。あ、これアジね。はい、はい、うわどうしよう。早い早い、大将ちょっと早いです。ゆっくりで、ゆっくりで。これ私のワクワク抜かなきゃダメだな。頭いらない。頭いらないんだ。覚えた。わ、でもこれ結構ここにね、線を入れて。いや、意外とでも繊細な作業だ。ねえ、できない、できない。早い早い、繊細だね、うん、あ、これはこれ一番難しいんじゃない。うわ、お刺身になった。美味しそう。すごい。これよりあやゆか三枚おろしを披露したいと思います。大将、どのぐらいでできるんですかこれって。さばくのね。はい、うん、出雲やつなんだ。30秒は。え、30秒。うわ、うわ、しっかりしたボディだよ。え、こうさばいてなかった。え、どうだっけ、ね、切れた。これ合ってんのかな私。、ね、切れないんだけど。切れない。これで、あ、いけた。あ、これクッドテストだ。どこだ。なんか下の方に切り込みを入れてた気がする。ほんと30秒ってもう終わってるよ。もうあった30秒。下をね、あれして、そう、尻尾も切らなきゃ。こっちも入れた、切り込み。一応今入れてみたけど硬いんだよね、こっち側が。お、ちょっといい感じかも。はい、どうぞ。あれ、できた。え、早くない。あれ、半分になった。やった。骨をね、取るのが難しいんだよな。どうしたらいいんだろう。これはあれを使うしかない。いけるかな。大将、もしかしてお助けカードとか持ってたり。はい、持ってます。あー、ありがとうございます。うん、下からや。下から、うん、こっち、うん、ここからは高い。おー、取れた。おー、いけた。いけた、いけた。皮を剥くってことか。え、なんか身が取れそう。大丈夫かな。私も身が取れそうで怖い。え、ほとんどないんだけど私。ちっちゃい、ちっちゃい。形がいびつな私の魚、どうしよう。いやー、できた。こんな感じかな。うん、できました。よし、できた。三枚おろしできたんですけど、大将どうですかね、これ。皮の剥き方だよね、最初はね。うん、だからぐちゃぐちゃ。あ、うん、これ
成功になったんでしょうか、できなかったかな。まあ初めてだからね、ね、よしとしましょう。ありがとう。いや、お家でちょっと練習しますね。はい、ということで森田水産さんの2階のレストランにやってきました。たくさんの海鮮、先ほど私たちが三枚おろしを頑張ったやつ。あ、私のたたき、あやのは何これ。これはちょっと身があまりにも小さいからちょっとなめろうにしていただきました。おのおの自分のも食べますか、うん、そうだね、私なめろう食べるね、うん、いただきます。うん、おいしい。え、自分でも作ってみたい。これ生姜の味も効いてて、うん、美味しい。たたきも美味しい。お、うん、たたきも食べたい、うん、食べて食べて食べる。うん、新鮮だ。こっちも違って美味しいね、うんうん、じゃあせっかくなのでこの、ね、立派な海鮮丼をいただきましょう。いただきます。どうだった、今日おろしてみて。いや楽しいね。でもこんなに魚と向き合ったの初めてだったからこれを極めて特技にできるぐらいやりたい ね。魚さばける女になりたい、うん、なりたい。皆さんもぜひひたちなか市に遊びに来てくださいね。よし、じゃあせっかくだからね、うん、全部食べよう。やったー。